はいどうもかけじくじくの野村です、えー、今回は風琴についてお話しさせていただきます。ということで、まあ、風琴なんですけどもあのかけ軸の下側についてるあの丸い玉っころ,玉っころすね丸っこいやつこれ何なんっなんていうの思われてる方結構いらっしゃるんじゃないかなと、えー、現物なんですけどこんなやつねこんな見たことないですかあのこちょっとくぐってますけどこのほどいたらよいしょこれ房になったんですね。まあ、こののん色はなんかいいろろ 赤があった紫があったり黄色があったり茶色があったりってあるんですけど、まあ、こういうふうに輪っかになっててで掛け軸の膜の軸軸棒っていうのは軸先っていうところにこの輪っかをこうかけたら、えー、こう連れ下がってるっていうのがあるんですけどもこれ一体何なんやろうっていうのを結構言われるんですよこれまあ風鎮っていうんですよね、えー、風を沈めるって書いて風鎮って読むんですけども、えーまあ、これのね意味がよく分かりませんっていう言われるんですよ。で 特にね多いのが、あのが、ー、あ例えば親が掛け軸をこうね持ってらっしゃってで親が亡くなられたと、ねまあ、おじいちゃんおばあちゃんか分かんないですけども亡くなられてね、えー、次自分の代にそのね掛け軸を引き継いだという時にもれなくついてくるのがこの風琴なんですね。でこれ何なんやろうなーって思いながらもうまあもれなくついてきててなんとなくこれはまあまあ,あの輪っかから形状から記憶からたどると軸先のここにつ つけるもんなんななやろうなみたいな感じでなんとなくつけてるってようわからんけどなんとなくつけてるっていう方が平常に多いんですけども、えー、こういった方のために今回いろいろ風琴についてご紹介させていただこうと思います。でまあ今回のお品書きなんですけどもまず風琴の役割についてですね、えー、こちらをご説明させていただいて次はまあ風琴どんなのがあるのと、えー、まあ材質とか形状とかそういうのをちょっとご紹介させていただいてで次にまあ結局まあ風琴なつけ取った方がいいんかなどうなんかなっていうことについてお話し 話をさせていただいて、でまあ最後に、えー、風疹をこうつけっぱなしでいいのかなっていうご質問もねよく受けるので、えー、それについても解説させていただこうかなと思います。今回の動画をご覧になっていただければ風疹に対する疑問っていうのがある程度クリアになるかなと思いますので、えー、ぜひ最後までご覧になっていただければなと思います。それでは早速行ってみましょう。はい えまず役割なんですけどもあのさっき言いましたね、えー、風を沈めるって書いて風鎮なんですけども文字通り風を沈めるためのものやったんですね、えー、昔ってあのまあ、と掛け軸って大体、まあ、いい床の間に飾ってるじゃないですか和室の床の間で昔はこうね今までこそクーラーとかがあるので、えー、こう暑い寒いとかをこう調整することができるんですけど和室ってそんなもん昔なかったので窓を開けてこう調整しとったんですね暑暑いいとかまあ、だいたい暑い時窓を開けて こう涼しい風をこう夏とかねあー暑いわん、ね、でうちは青いで窓際で、ね「ああやあ暑いわねああいい風が入ってきたわー」みたいな感じのことを言うて涼んどったわけなんですよ。でまあそう窓を開けて、ね、量を取っ,ったんですけども風が吹いてくるじゃないですかそうすると掛け軸ってそんなに重たいもんじゃないですよ大体5 0 0ムから6 0 0ムぐらいの重さなんですね尺五ぐらいの通常のあの大きさぐらいで5 0 0 6 0 0ムの重さなので、えー、風が吹くとこうなびいてしまうんですよ。バババババタパタパタパタ,パタで、えー 床の間に飾ってるのでこうなびくとパタン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 みたいな感じで結構ぶつかるんですね壁にでまあ、結構風が強いとこんなブワンブワンになったりするんですよで、えー、例えば紐まあこんなね勢いがついたら紐にも良くないので例えばブチってちぎれて、えー、こう バタンって倒れたら掛け軸が折れてしまうとかね、ダメージを受けてしまう原因にもなるので、こう、バンバンならないようにするために、えー、重りとして風鎮というのは使われてたんですね。だから、風を沈めるっていう風な字を書くんですよ。文字通り風を沈めてたんですよ。えー、風,風様は沈まってくださいみたいな感じで沈めて、えー、使われてたのが風鎮なんですね。 でまあ、やってたんですけども、まあ、だんだん時は流れていて今まあ暑いからって窓開けて涼取ってる人ってまあほとんどいないと思うんです大体もうピッて,言って冷,冷房をつけますよねなので、えーまあ、本来の意味というのはなくなってきてるんですけど昔はそういうふうな意味合いがあったんだよというのが風ーの本来の役割になります。で続いて材質とか種類なんですけども、まあ、一番オーソドックスなのがこういう風な風ーですね。 オニクスでいうまあオニキスとも言ったりしますけれども、えー、石ですねこういった丸っこいのがまあ一番 ポピュラーというかメジャーなもんじゃないかなと丸っこいやつなんですけれども、これメノーっていう石なんですね。ね、まあし乳白色の色を基準になんか茶色とかいろんなえーマーブル模様みたいなのがこうあっていろんな柄がこうあって楽しいね。どう封じのあの箱開けてみてまあいろんな箱入っとるんですけど、箱開けてみていろんな模様があってどれが好きなのが選びましょうみたいなので選ばれたり、この房の色を変えてえ選んだりっていうの。 一番オーソドックスかなと思いますで後の材質でいうと「政、え、治、ー、っていう青い磁器って「磁陶器」「陶器」ですねこれ「政治っていうものがあったりこれ青いですよねでツルツルしてちょっと大きさもさっき丸っこいまん丸だったんですけどこういうちょっと縦長楕円形みたいな形のものもあったりしますであとは焼き物ですねこれは清水焼きなんですけどもえー 清水焼きもこんなタイプもあれば、えー、なんか色絵を描いてたりとかいろんな形があるんですけどもまあ、こういうふうな形のものがあったりねこんな見えますかねこんなあったりとか。 あとこれも清水焼なんですけどこれはねなんか絵が描いてるやつですでね桜の絵が描いてるからまあ春とかに使ってもらったらいいんじゃないかな桜の掛け軸とかに飾ってもいいし別にね桜の絵じゃなくても、えー、なんかまあ桜の昭春の昭とかにこれを添えてあげたなんか えー、春っぽくなるじゃないですか、まあ、そんな楽しみ方をしたりでちょっと形がね角がカ,カ,カクカクしてるんですよ六角形みたいになってるのかな、まあ、こういうふうに形もね六角形になってたりとかいろいろあるんですよであとはこういうゴールドのやつもあったりしますね金のやつ、まあ、これは主に仏事に使う部分ですねこれ金の塗装がしてるんですね、えーまあ、ちょっと高めの分になるんですけどまあ 品の材質によって多分値段が上下すするんですけどね、あのーまあ、純金でしてるもんはないと思いますけど、ねまあ、まあ大体純めッキとか,なんかその塗料とか、えー、そういうのでやってるもんだと思いますけど、まあ、物事に使われるということで、まあ、風磁の中では割合高価な部類に入ると思います。まあ、こういったものがあったりしますので、まあ、ちょっと彫りが入ってるんですねこれを透かしといって、えー、唐草文様に彫りをつけてる再工してるのでちょっと、えー、値段高いですよみたいなのがこの物事の用の え風鎮になりますなかなかね仏事用の風琴まで揃えようという人も少ないですけどもまあまあ中にこだわられてねあとここにないですけど九谷焼の、えー、風琴があったりとか。 あとは何だろうなサンゴ礁のあのサンゴあのそんなの見たことあるかなまあいろんな本、ね、種類を上げ出すと、えー、山ほどあるんですよで大体ね風鎮の玉の大きさって同じぐらいだったんですけどこういうふうなちっちゃいのもあったりするんですね、えー、これ、えー、清水焼なんですけどもノーマルと、えー、ちょっとちっちゃめの小玉っていうやつを、えー、見比べてみたら大きさの違いがわかるかなと思うんですけどどうですか違いわかります ちょっと違いますよね、うん、こんなふうにまあ種類で言うとね風琴はほんま開け出しゃ木にない多分数百種類あったりするんちゃうかなと思いますけど、ね、僕らも全部見扱って見たことはないんですけどもまあこんな風にいろいろございますという形です。でまあこの風琴なんですけどもつけとった方がいいのかっていう結局まあそこにたどり着くと思うんですけどもまあ結論から言うと僕個人的な感覚で言うと基本的にはつけてなくてもいいかなとへえ思っております。 はい。全国の風鎮組合の人たちを敵に回しましたね。<laughs> てててててて、基本的にはっていうことです。基本的には。あの、僕の基本的だっていうのは、あの、本来の目的の意味では必要ないかなっていうところですよ別に。あの、今時ね、あの、ほの、先ども言いましたけど、窓開けっぱなしで、量を取る人もいなくて、風を沈める。本来の役割は意味がないという役割がないので。えー、そういった意味は、どういう意味では、あまり風という意味はないかなと思うんですけど、つけなくていいかなと思うんですけど。ただ、アクセサリーとしてね、あの、装飾という意味では、別にあってもいいんじゃない。 かなとはもちろん思ってますよ思ってますよはい分、はあ、かってもくれますか風塵組合の皆さん別にディスってるわけではなくてまあそういうね楽しむ掛け軸をプラスアルファで楽しむという意味合いで風塵というのは必要かなとは思っておりますまあ例えばさっき言いましたように、えー、春のものであったら、えー、春の風塵をつけたりとかねこうしてると、えー、風塵でちょっとセンスを ああのよよく見せるるっっていう効果もあるんですよやっぱりね掛け軸持ってこう飾ってらっしゃる方っていうのは、まあ、来客があったりした時にあの、まあ、掛け軸好きな方に、えー、一目置かれたいいように見られたいっていう場合もあると思うんですよ。でその違いをどこで見せるかっていうとワンポイントのアクセサリーっていうのがやっぱり 気になってくるんですよまあ男とか小物とかでもそうじゃないですか腕時計とか、えー、ねちょっとしたネクタイピンとかちょっとしたペンとかねちょっとした小物で、えー、こう差,差別化を図りなさいよと、えー、よく言われるじゃないですかまあ、そんな感じで掛け軸に関しても掛、えー、け軸にあたってはそれが風琴になるわけなんですねだから、あのー、普通の掛け軸掛け軸にこうなんかちょっと変わった風琴とかがあったらあこの人分かってらっしゃるんだなとかあセンスいいなとかあのー、こう 話のネタがねできたりするわけなんですよね。そういう風な時のためにまあ風鈴っていうのもこだわられたら面白いんじゃないかなと思います。でまあ中にはねこだわられる方はあの例えば僕が今出会った方ではあの四季の掛け軸ね春夏秋冬いろいろ掛け換えるんですけどその春には春用の風鈴夏には夏用の風鈴って言ってわざわざあのだから4本に4種類の風鈴をこうセットで、えー、扱われているというか。えー 楽しまれてるっていう方もいらっしゃったんで、まあ、そういう風うにね、いろいろ組み合わせを楽しむっていうのも、えー、掛け軸の楽しみ方の一つじゃないかなとは思っております。 で次なんですけども、まあ、分かったと「風鎮」のまあ,まあそういう使い方とかねあのー、その意味っていうのはよくわかったけど結局はじゃあその「風鎮」ってつけっぱなしでいいのかどうかっていうのもよく聞かれるんですねこれはね基本的には NG ですね。風、え、鎮、ー、っていうのはもともと本来の意味合いで言うと「風を沈める」なので「おもり」やったわけなんですよね。おもりを別におもりの役割がないのにつけてくっていうのはやっぱりね掛け軸の持ち的にはあんまよくないんですよ。 えー、掛け軸ってあるフックに紐掛け軸の上部にある紐をかけてで吊、えー、り下げてるじゃないですか重さをこう紐で固定してこう支えてるんですよ。で紐って言っても言った鉄が入ってるあの針金とかじゃないんで普通の紐なんで、えー、やっぱ重みがこう重力かかってくるとこうやわくなってくるというかね、えー、弱くなってくるので、えー、掛け軸大体ね一つでも五5 0 0 6 0 0ムの重さがあるのでねずっと飾ってるとやっぱここが あのダメージというか、そういうのが来てしまうんですね。紐がで紐を固定している金具っていうのもあるんですよ。あの紐何,何でつけてるかというとこう。八卦軸の上に木があって発想っていう木があって、そこにえっ、ー、と。 カンっていう金具を打ち込んでその缶に紐をくくりつけて、えー、掛け軸というのは飾られているのでこの缶の紐が,重りが下の重さが強すぎるとスポッて抜けてしまうっていうこともこれめちゃめちゃよくあることなんですよ、えー。掛け軸の修理というかお困りごとでよく持ってこられている、えー、症状というのはそういうふうなことがあるので、えー、それを防ぐためにもそういう原因にならないためにも、えー、風鎮というのはずっと飾りっぱなしというのはや,やめておかれた方がいいです。 えーまあ、どれぐらいの期間かっていうとねなかなか難しいですけどねまずそのずっとかけと飾りっぱなしにしとかないでくださいって言われてもじゃあ何、えー、自分が掛け軸みたいなって思う時にわざわざこう掛けてねよし、うん、楽しん楽しかった OK、うん、と思ったら外すってこと面倒くさいわーっていう方多いと思うんですよいやそ,そろそろやろと僕でも多分それは面倒くさいなと思うので一つの目安は掛け軸ってそもそも飾りっぱなしはよくないですよってもうずっと ちょっとこう口酸っぱく言ってると思うんですけども、えー、掛け軸っていうのは飾りっぱなしの芝居っぱなしは良くないんですよ。で、だから2、3ヶ月に1回掛け軸っていうのは、えー、掛け替えましょうねっていうお話をよくしているので、そういってと同時に掛け軸にを2、3ヶ月に1回掛け替えると、えー、その風鎮っていうのも必然とあの交、ー、代しますよね。まあ、その掛け軸休めるということなので。 で、あだ新たな掛け軸が登場して、で、それに風鎮をまた飾るとしたら、を繰り返していけば、風鎮をこうずーっと飾りっぱなしに使うっていうふうな、えぇ、ー、こう、症状というか、そういうのはなくなるので、えー、なるべくね、2、3ヶ月に1回掛け軸を飾り替えていただければなと思います。えー、ちなみに、この掛け軸を巻いて、えぇ、ー、えー、こう、 交換するっていうのをこの掛け軸を休ませるの軸休めと我々業界の中ではいますよく言うたもんでね、えー、軸休めと言いまうん、まあほんまにね掛け軸は生き物のようなものなので、えー、あんまり酷使をしすぎないことが長持ちにつながる秘訣かなと思いますなのであんまりねやっぱもうこう,こう紐とかがブチってちぎれるとさっきも言いましたけれどもベ、えー、ターンと落ちて、えー、結局折れじわとかの原因になるんですよ。で折れじわができてしまうともうほら修理するしかなくなるので表具し直すしかなくなるの で表具代というのも結構高いもので仕立て替えは特にね、えー、普通に買うよりも高くなったりする場合もあったりするのでなるべくねデリケートに掛け軸っていうのを扱っていただきたいなと思うので風、えー、ーチンのずっとこう長期間の使用っていうのはやめて23ヶ月に1回掛け軸は数切り替えていただければなと思っております。 はい、えー、今回は「風鎮」の役割について、えー、ご紹介させていただきましたひ、まあ、一口に「風鎮」って言っても今いろいろ話すことがあるんですけどまあ大体これで風鎮、えー、に関する内容っていうのは網羅できてるかなと思いますので是非、えー、ねこれから掛け軸を飾るときの、まあ、参考にしていただければなと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 はい、えー、このチャンネルでは今回のように掛け軸や、えー、それに関わる様々な情報を発信しております面白かったな、ためになったなと思われる方ぜひチャンネル登録、いいねボタン、応援コメントいただけると非常に嬉しく思っております、えー、何卒よろしくお願いいたしますそれでは次の動画でもお会いできることを楽しみにしておりますありがとうございました最後までご覧いただきありがとうございましたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします